この時間は金先物情報をお伝えします。朝10時に大阪取引所が発表した金の先物指数ですが、206円高の11,703円、 1.79% の上昇になっています。では今日も日産グループ NS トレーディング代表取締役菊川博之さんにお電話で伺います。菊川さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今お伝えしましたように金先物価格上昇しております。この背景などについてご説明お願いできますでしょうか。はい、相場格言の買いにくい相場は強いと、はい、いったのを地でいくような流れが続いております。はい、今週はイランのイスラエルに対する報復が今のところ見送られているということや、CPI ショックを受けて利下げ観測の後退といった調整の材料はあったんですけれども、はい、調整は一時的で、押し目はすかさず買い直されるというような展開がニューヨーク市場、そして東京市場ともに続いているというような流れですね。はい、はい、長期金利、アメリカの長期金利どちらかというと上昇傾向にあるにもかかわらず、今お話しございましたように調整材料はあるにもかかわらず上げているということ、これどういうことなんでしょうか。トレンドで見るとやはりアメリカ利下げ方向にあるという、そういう見方があるということなんでしょうか。そうですね、株式市場の方はこの金利の動きを嫌気した動きを見せているんですけれども、はい、金市場は、金利動向以外に、まず一つは地政学リスクの高まりですね、はい、その不透明感、それに対する買いといったのは入っている感じがありますし、さらに金市場の方はもしかすると利下げではなくて、原油市場等のここ最近の値動きを見て、はい、利上げもあるというような見方が一部で、出てきて、それに対するヘッジとしての買いというのが金市場に入ってる感じはしますね。はい、わかりました。菊川さん、今日もお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございます。日産証券グループ NS トレーディング代表取締役菊川博之さんのお話でした。さて、では直近の指数ですが、日経平均株価がさらに上げ幅縮小で、今41円26銭高、38円26銭高に変わっています。39,480円89銭です。ここまでの高値が9時3分の39,774円82銭、寄り付き直後ですね。そして安値がつい今しがた更新した39,457円73銭、上下の値幅が320円ほどになっています。225先物6月切りが100円高の39,520円、トピックスがプラス 8.95 ポイントの 2,755.85 となっています。